七クマ。私、酒井くんのことが好きなの。もしよかったら、付き合ってください。小林さんが、俺を？マジか。俺は酒井優馬。七クマ学園高等部2年。1年の時から片思いしてたクラスメートの小林さんに告られるなんて、夢みたいだ。俺もずっと小林さんのことが好きだったんだ。付き合ってほしい。嬉しい。ありがとう。これからは彼かのなわけだしさ、名字じゃなくて名前で呼び合わない？そうだね。じゃあゆうまくん？かわいすぎかよ。とまなみちゃん。なんか照れるね。照れるな。これからよろしく。こちらこそよろしくね。よかったら LINE 交換しない？もちろん、俺もしたい。俺たちは LINE の交換をした。この後本当は一緒に帰りたいけど。ごめん、これから部活あるからさ。そうだね、呼び出しちゃってごめんね。うん、嬉しかったし、今日は送ってけないけど、今度一緒に帰ろうよ。うん、楽しみにしてる。それじゃあサッカー部の練習頑張ってね。うはぁ、天使か。うん、ありがとう。ユーマ、遅えぞ。うん、ちょっとな。てかお前なんだその顔は。え？ニヤニヤしやがって。さてはなんかあったな。まあな。何があったのか教えろよ。待てって、俺はこれから着替えねえといけねえから。ユーマいたー。ね、姉ちゃん？いきなり俺に抱きついてきたのは俺の姉、酒井かのん。一個上の3年で、俺がサッカー部に入ってからマネージャーをやるようになった。頭が良くて美人でスポーツもできて完璧なのに、見ての通りのブラコンで、どんなイケメンに告られても相手にしない。美人な姉ちゃんに抱きしめられるとか羨ましすぎだぞ。苦しい。どこ探してもいないから、ユーマが誘拐されたんじゃないかと思って心配してたのよ。無事でよかった。姉ちゃんに告られてるとこ見られたら大変なことになってたな。誰にも見られない場所と思って音楽準備室にしてよかった。ごめん、お腹の調子が良くなくてトイレにこもってたんだ。ここでいきなり彼女ができたってバラすのはまずいよな。慎重にしないと。カノンさん、相変わらずのブラコンプリだな。当たり前でしょ。うちの可愛い弟に何かあったらただじゃ置かないんだから。姉ちゃんは心配しすぎなんだよ。俺着替えてくるから。ユーマ、一人で着替えられる？当たり前だろ、いくつだと思ってんだ。それじゃあ二人一組になってストレッチしろ。せ、ユーマ、組もうぜ。ああ。んで、さっきの話聞かせろよ。姉ちゃんはいねえな。実はさ、小林、まなみちゃんから告られた。え、マジか。哲也、声がでかい。うまん。好きな子から告られるとか奇跡だよな。ああ、顔がにやけてたまらん。まだそのことをカノンさんは知らねえんだよな。当たり前だろ、さっき告られたばっかなんだから。そのことをカノンさんに言うのか？そこなんだよな。俺の姉ちゃんあんなんじゃん。いきなり紹介して姉ちゃんがまなみちゃんになんか言ったりやったりして、まなみちゃんにドン引きされて振られてもしたら嫌だから、しばらく様子見しようかなと思って。だな、少しずつ段階的に進めた方が良さそうだよな。うん。二人で何の話？わあ！怪しい。何の話してたの？俺の恋愛相談に乗ってもらってたんすよ。ユーマが恋愛相談に乗れるはずないじゃない。まだ恋愛のレの字すら知らないのに。お姉ちゃんのことは大好きだけどね。はは、やっぱまなみちゃんのことは話せねえ。ユーマ、帰ろう。ああ、じゃあな。姉ちゃんはいつ部活引退するの？しないよ。でも3年だし、大学受験とかいろいろ忙しくなるよな。だってうちの学校エスカレーター式で内部進学だから関係ないじゃん。卒業するギリッギリまでサッカー部のマネージャーとしてユーマのお世話してあげるからね。ユーマがそんなこと心配してたの？かわいいな。もう心配じゃなくて監視から逃れたいの。もしかしてユーマ LINE 来てるよ。あ、うん、後でチェックする。もしかしてユーマ。え、何？お姉ちゃんといられる時間も少しでも大切にしたくて LINE スルーしてんの？もう可愛いやつめ。ちょっとやめて。まなみちゃんからの LINE をごまかせたのは良かったけど、
このブラコンぶりはなんとかしねえとな。ただいま。腹減った。カノン、ユーマ、おかえり。お風呂入ってくる。もうマネージャーの仕事って汚れだよね。早くすっきりしたい。俺は着替えてくる。ユーマ、お姉ちゃんと一緒にお風呂入る？入らねえ。バカなこと言ってないで早く風呂入ってきなよ。ああ、小さい頃はネーネと一緒にお風呂入るのって言ってたのにな。その話絶対誰にもすんなよ、恥ずいから。そんなの友達みんな知ってるに決まってるじゃん。可愛いユーマのエピソードは全人類に共有すべし。姉ちゃんの友達ともう会いたくない。それじゃお姉ちゃんは寂しく一人でお風呂入ってきます。ほらほら、ラストチャンスだよ。もう無視するなし。ほんとあんたたちは高校生になっても仲良しね。これでようやく LINE のチェックができる。おお、まなみちゃんからの LINE。 部活終わって帰ったとこ。まなみちゃんは何してる？と。そうなんだ、おすすめはある？と。彼女との LINE のやり取りがこんなに楽しいと思わなかった。だって徹夜とか野郎と連絡するときは要件のみで、余計なことなんて喋んねえし、 LINE でのやり取りなんて面倒だって思ってたから。ユーマ、ご飯食べるって。ってなんで鍵かけてんの？うわ、いつの間にか時間経ってた。ごめん、すぐ行くから先食べてて。まなみちゃんにご飯食べるからって LINE だけ打っとこう。あー、お腹空いた。いただきます。お母さん、ユーマってば部屋に鍵かけてんのよ。まあ思春期の男の子なんだからいろいろあるでしょ。そうだよ、俺にだってプライバシーは必要なんだから。何それ、お姉ちゃんに対してはそんなの必要ないでしょ。あるだろ。カノンは相変わらずユーマにべったりだな。こんなんじゃユーマに彼女ができないわよ。どうせ学校でもユーマについて回ってるんでしょ。弟を心配するのは姉として当然でしょ。ユーマに彼女なんていらないし、私がいれば十分よね、ユーマ。俺、彼女欲しい。え？だから俺に彼女できても邪魔しないでね。こうして事前に釘を刺しとけば心の準備もできるだろう。なんでそんなこと言うの？そうよ、ブラコンな姉がいる彼氏だなんて彼女としてはやりにくいわよ。将来50目になられる可能性高いし、私はお嫁さんを大切にしながらも適度な距離を持った姑になるつもりよ。母さん、ありがとう。別に邪魔するつもりなんてないわよ。ただ騙されてたり猫かぶってる可能性もあるから、姉としてちゃんと見極めてあげないとって思ってるだけ。カノンは心配性だな。もうお父さんとお母さんこそ心配じゃないの？こんなに可愛いユーマが悪い女に騙されて泣いたり傷ついたりしてるの見たくないでしょ。あら、それも恋愛の醍醐味よ。そうやって痛みを知って強くなれるし、優しくもなれるの。さすが母さん。そうして出会った最高の男がお父さんですものね。母さんはいつまで経っても俺にときめきを与えてくれるな。子供たちの前でのろけるのやめて。ユーマも早く運命の女の子が見つかるといいわね。やめて。そういうカノンもよ、弟だけじゃなく他の男性も見てみたら。素敵な人が周りにいるのに気づくかもよ。私はユーマがいればそれでいいの。はは、参ったな。ユーマくん、おはよう。おはよう。ああ、毎日彼女とクラスで会えるとか幸せ。なんだなんだ、早速イチャつきやがって。別にそんなんじゃねえし。で、カノンさんには何か言ったのか？俺だって彼女欲しいとか、彼女できても邪魔すんなとか言ったけど。おお、攻めたな。で、反応は？逆にひどくなった。そっか、じゃあまなみちゃんとの付き合いは秘密にすんのか？同じ学校なんだからイチャイチャしたらバレるだろう。せっかく付き合えたのにんなことしたくねえよ。別に悪いことしてるわけじゃねえんだし。それなら修羅場は避けられねえな。修羅場とか言うな、浮気じゃねえぞ。カノンさんにしたら浮気だろうな。こうなったら一人でも多く味方をつけるしかねえか。
ユーマの親はどうなんだ？息子溺愛って感じか？全然。むしろ彼女作って姉ちゃんにブラコン卒業させろって感じだよ。それだ！あ？家族に紹介して親に味方になってもらうんだよ。親公認のカップルになりゃカノンさんも文句言えねえだろ。ケツヤ、お前天才か。まあな。よし、早速マナミちゃんに話してみる。よし、姉ちゃんはいないな。ユーマくん、何してるの？なんでもない、早く帰ろう。うん。今度さ、マナミちゃんを家族に紹介したいって思ってるんだけど、どうかな？それって酒井先輩のこと？も含めて親にも紹介できたらって思ってるんだけど。酒井先輩、ユーマくんのこと溺愛してるもんね。がっ、知ってたの？そりゃ有名だもん、みんな知ってるよ。まなみちゃんは姉ちゃんのブラコンぶり知ってても俺に告ってくれたんだ。実はちょっと悩んだんだけどね。だってあんなに美人で成績優秀で完璧な人がお姉さんだったらハードル上がるし、私なんかじゃユーマくんに相手にしてもらえないかもって。全然そんなことない。まなみちゃんは可愛いし優しいし気が利くし魅力的な女の子だよ。あ、リカット、ちょっと照れる。わ、ごめん、俺も今になってめちゃめちゃ恥ずくなってきた。あのね、ユーマくんもかっこよくて優しくて笑顔が素敵で魅力的だって思うから、私たとえお姉さんに酒井先輩がいても付き合いたいって思ったの。まなみちゃん、神かよ。何それ。ああ、もう何なんだこの子、可愛すぎる。俺、まなみちゃんとの交際は絶対に姉ちゃんに邪魔させないから。私はできれば酒井先輩と仲良くなりたいんだけどね。そうだね、姉ちゃんが俺の彼女と仲良くなるとか想像できねえんだけど。私、少しでも酒井先輩に気に入ってもらえるように頑張るね。まなみちゃんマジでいい子だな、ありがとう。姉ちゃんは風呂に入ってんな、今がチャンス。あのさ、母さん。どうしたのユーマ、あとちょっとでご飯できるわよ。そうじゃなくて、あのさ、母さんなら気楽に言えるかと思ったけど、彼女ができたとか報告すんのめちゃめちゃむずいな。なーに、はっきりしないわね。実はその彼女ができた。え、彼女？ちょ、母さん、姉ちゃんに聞こえる。ごめんごめん、ユーマにこんなに早く彼女ができるなんて思ってもみなかったから、お母さんびっくりしちゃった。ユーマに彼女ね、どんな子なの？すげえいい子だよ。それでさ、今度家に連れてきたいんだけどいいかな？いいわよいいわよ、お父さんもきっと喜ぶわ。カノンは大変なことになりそうだけど。それなんだけどさ、母さんと父さんで姉ちゃんがまなみちゃん、あ、彼女の名前なんだけどに変なこと言ったりしないように気をつけてくんない？彼女に嫌な思いさせたくないからさ。まあ、ユーマも男の子になったのね。からかうなって。いいわよ、私たちが味方になってあげるから、安心して彼女連れてきなさい。ありがとう。あれ、ユーマがお母さんと二人でキッチンで話してるなんて珍しいね、どうしたの？鋭い、さすが姉ちゃん。ユーマったらすごくお腹空いてたみたいで、今夜のご飯何って覗きに来たのよ。母さん、グッジョブ。もうユーマってばいつまでも子供なんだから。そんなとこが可愛いけど、カノンがお風呂から上がってきたし、それじゃあご飯にしましょう。ふう、なんとか乗り切った。そう思ってたんだが。ユーマ！え、姉ちゃん？はっ、カノン先輩だ。きゃー、綺麗。ねえ、彼女ができたって聞いたんだけど嘘よね。俺の考えが甘かった。なるべく学校でも一緒に過ごさないようにして連絡も慎重に取り合ってたけど、やっぱ姉ちゃんに隠し通せるわけないよな。ユーマが女の子と音楽準備室に入っていくのを見たって子がいるのよ。ああ、誰にも見られないように気をつけてたのにな。ちょ、本当なの？一体誰なのよ、このクラスにいるの？まずい、まなみちゃんが心配そうにこっち見てる。姉ちゃんにバレないようにしないと。明日家に連れてきてちゃんと紹介するから詮索しないで。ほら、姉ちゃん授業始まるから教室戻ってよ。授業なんてどうでもいいわよ、
ユーマの彼女が気になって勉強どころじゃないもん。教室戻らないなら姉ちゃんに彼女紹介しないし、勝手にいろいろ嗅ぎ回ったら口聞かないから。そんな。それじゃ教室戻って。わかったわ。ブラコンさえなければ完璧なのにね。ほんともったいない。絶対に彼女お姉ちゃんに紹介しなさいよ。わかったから。うわー、ユーマに彼女だなんて認めないんだから。酒井、廊下を走るな。先生には私の気持ちなんてわかんないんだから。カノン先輩手強いな。酒井先輩大丈夫かな。大丈夫だよ、きっと。そう言いながらも、家にまなみちゃんを連れてったら姉ちゃんはどんな反応をするんだろうと不安な気持ちが広がっていった。後編へ続くクマ。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。